えばあの韓国併合時代ね、その日韓併合に関してもね、はい、日本は悪いことをしたっていうふうに、だって植民地って呼ぶんだよ、ね、ますよね、植民地って呼ぶでしょ、植民地じゃありません、はい、植民地ってどういうことか、帝国主義時代の植民地ってどういうことかというと、まず相手国の住民、国民ではありません、住民に主権を与えない、うん、主権を与えない、つまり選挙権与えないし、政治家選ばせる権利もないし、自分でなんか政治的なあの判断することもできないしと、インドなんか典型ですからね、うん、はい、その上で帝国側がですね、まあ、宗主国側が所得をチャリンチャリンとですね徴収していくシステムを作ること、これが帝国主義です。うん、例えばインドに対するイギリスの支配はまさにこうです ね、 そうですね、あるいはベトナムに対するフランスとか、はい、インドネシアに対するオランダとかですね、フィリピンに対するアメリカも全部そうなんだけど、日本の韓国併合ってですね、日韓併合って間違ってるな、韓国併合ですね、うんうん、あ、そっか、これね、日本国民にしちゃったの、朝鮮半島の人々を、で選挙権与えちゃったの、うん、植民地じゃねえじゃねえかっていう話なんですよ、これ。そうですね、で所得の話をしとくとですね、はい、所得をちゅうちゅう吸い上げるどころかですね、はい、莫大な投資、インフラ投資をやったから結局持ち出しだったんですよね。そんな植民地がどこにあるんだと。台湾もそうですよ、まあ、台湾はあの選挙権を与える寸前には大東亜戦争終わっちゃったんだけどね、うん、まあそうですね、教育から何から、普通はね教育与えない、はい、ね、教育与えると知恵つけられて反乱起こされちゃうから、本当にあの国家予算並みのお金をつぎ込んだってことはね言われてますよね。あとインフラ整備しません、少なくともインフラ整備したらね、あのフランスのベトナム試合が典型、フランスねベトナムに橋かけたらね、まあインフラ整備ですね、橋をかけて何始めたかしたら、うん、あのそこを通るベトナム人から通行料取るの、もうビジネスなんですよ、あ所得チャリンチャリンの一種ですよね。あ、日本はそんなことしたかって話なんですよ、です、ね、もうタダで橋をかけたんだから、もう台湾とか韓国にでどんどんダムは作るしですね、その台湾の農業振興のためにとかですね、はい、で北朝鮮、今の北朝鮮にある巨大なダム、うん、名前忘れちゃいましたけど、うん、まだ現役で動いてますからね、そうなんですか、はい、それも全部日本の持ち出しで作ったんですから、うん、それを植民地って言うんだったら全部変わった植民地ですよね、併合ですね。ねえ、だってあの時々政治家がね、日本の、日本はね併合時代にいいこともしましたよなんてポロッと言うもんなら大変な場所じゃないですか。でもね、それは昔、うん、今は多分ね反論できると思う。そうか、というかね、いいこともしましたよっていうのが言い方が良くなくて、いや併合ですよでいいんですよ。そうです、だっていいことするのは当たり前じゃ、同じ国民になったんだから、うんうんうん、天皇陛下の席士ですよ、うん、あの朝鮮半島の日本国民は、そうかそうか、それはいいこと、いいことってのなんか変で、そう同じにするのは当たり前でしょと、そこで差をつける方が変ですよね、日本国民なのにね、うん、そうですね、そっか、いいこともしたよじゃなくて、当たり前併合したというだけの話、捉え方がいいですね、はい、そうかそうか、それでですね、その併合しましたという結果ね、はい、当時の朝鮮というのが大きく変わったわけでしょ。まずどう変わったんですか。まずね、あれ一番決定的だったのが、身分制度がなくなった。当時ヤンパンっていう貴族と、 あとまあ一般庶民、まあ、ペクチョンとかそういう奴隷制、あの階級とか分かれてましたから、主っていうの聞いたことある。そうですね、それがなくなった、はい、まあ、一応大韓帝国ですね、併合前の、うん、まあ、大韓帝国なのかな、大韓帝国のですね皇帝一族は日本の貴族になりました、うん、皇族、日本の皇族に準ずる地位ってことで東京に住んでました。すごいじゃん、こんな植民地がどこにあるんだってことですよ。すごいじゃないですか、はい、なんだそれ。だってあれですからね、もうビルマを征服した時のイギリスなんて、そのビルマ王朝の王を殺しちゃってですね、それであのプリンセスね、お姫様を、うん、インドの兵士の娼婦にしちゃったんだからね、うん、なんでかというと、そうするとミャンマー人の王家というか、まあまあ、王家ですね、王家に対するロイヤリティがなくなっちゃうじゃないですか。そういうふうに国を消すっていうやり方を平気でするの、欧米人っていうのは。ところが日本っていうのはですね、大韓帝国の あの皇族の皆さんをですね、日本の、まあ、皇族じゃなくて王族ですね、にしちゃったわけですね、まあ、貴族ですね、はい、そうか、ね、そういう事実をですね知ってほしい。そうか、なんでかというとしつこいけど、はい、植民地じゃなくて併合で日本国民になったんだから、うん、当然そう、日本国民になった元皇帝一族は、うんうん、まあ、皇室に準ずる地位を与えて当然でしょっていう話でしょうね、うん、あのよくね同じようにこう持ち出されるのが宗主改名ということですね。宗主改名ね、これもあの、うん、皆さん気になると思うんですけど、これはね、あの当時の朝鮮半島の日本国民が言い出した。朝鮮半島の日本国民か、つまり元大韓帝国の臣民たちですね。な、はいはい、これなんでかというと、そりゃそうでしょ、だって名前が明らかに朝鮮式なんだから、うんうん、はい、そうすると例えば満州とかで商売するときに、あのお前は本土の日本人じゃないなっていうのが一発でバレちゃうんですよ、うん、それは日本風に変えたくなるんじゃないですか、うん、私だってそう思うと思いますよ、うん、ただそれだけの話、うん、で別に強制じゃありませんでした、当たり前だけど、うん、はい、だからあの朝鮮名のまま
日本の陸軍の将軍になった方もいますね。はい、そうですね。これ強制じゃなかったっていう、なんか募集のビラを、そう、なんかやりたい人はやんなさいっていう話。はい、そんなのだって強制できないですよ、うん、そんな名前変えろなんて。これもでも強制されたなんていうことが、それもだからそれも後からできた、まね、後からできた物語、ね、それもね、確かね、強制連行の後ぐらいにできた。要は強制ってつけたがるんですよ、韓国人は。そうですね。その方が日本に加害者意識を持たせられるから。これ任意の総司会目だった。そりゃそうですよ。ですよね。はい、で、大体韓国人というか、うん、朝鮮半島の人たちが言い出したんだもん。でも、それ気持ちわかりますよ。一応ね、一応その時は大日本帝国っていうのは、まあ、飛ぶ鳥勢い、飛ぶ鳥落とし勢いか。ぐらいだったわけですよね。うんうんうん、あれですよ、ドラッカーって知ってます？ピーター・ドラッカー。ピータードラッカーですね。はい。ピーター・ドラッカーの、最初の本、経済人の割って本があるんですけどね。そこで、大日本帝国のことを、めちゃめちゃ褒め叩いてますね。アメリカと、ため張れるぐらいすごい国だと。はい、で、そこの国民になったのに、なんで俺朝鮮名なんだと。バレちゃうじゃないかと、他の国行った時に。というだけの話でしょ。そうですか。じゃあ、言われてるように、その、現地でね、朝鮮の農地だとか、財産。収奪した。収奪ってでもだって記録が残ってればね。だって言われてるんだもんってね、はい、思っちゃいますけどね。だってね、収奪も何もですね、その朝鮮半島で一番こう人口が増えたのって大日本帝国に併合されてた時代ですからね、うん、なんで人口増えるんですかって話ね、うんうん、当然米のね、その日本への輸出ありましたよ、それビジネスですから、単になんかそれを米の収奪だとか言うわけですよ、向こうの連中は。そうか、そうだって、過剰な米をだって朝鮮半島に残しておいてどうするんですか。それはだって本土に売るでしょ。儲かんだから。はい、なんだかなと。そうですね。あれですかと。じゃあ日本が米をですね、朝鮮半島に売りましたと。はい、例えば韓国に売りましたと。日本から収奪されたとか言うんですかと。言うわけないでしょ。はい、確かに。あとちょっともう一つ聞きますけど、はい、朝鮮語を禁じましたっていう話はあれはどうなんでしょう。禁じましたっていうか、うん、まあ禁じた部分はあるんだけど、学校教育が違うだからね、そもそも、ね、でもね、それがね、なんつうんだろう、禁じたわけではないですよね。だからね、そこのやっぱり公文書が日本語だったっていうのがポイントですよね、うん、そうするとね、結局日本語の方を使うようになりますよね、うんうんうん、はい、ただその朝鮮語に関しても読み書きがね、ちゃんと教育されたっていうふうには聞いてますね、うん、それはね、そのもっと初期の話で、要は漢字だったんですよね、はい、全部言葉が。そうでしたよね。そうするとね、さっきのヤンパンっていう貴族階級以外読めなかったんですよ、それでその身分を分けてたんですね、そこに福沢諭吉とかがいてですね、うん、そのハングルっていうのを普及させたわけです、うんうんうん、はい、そうか、そうか、そうか、そっちの方だね、うん、だから小学校でハングル教育とかもやってたんですよ、ただまあ大東亜戦争に入ってからはね、やっぱ日本語統一っていう動きあったんじゃないですかね、それでもそれ当たり前だよね、戦争やってんだから、なぜかしたら言語なんでしょう、言語的に違うとですね、これ同じ軍隊で戦うのめっちゃ大変ですよ、これコミュニケーションの問題とかね、当時は総力戦だったので、当然コミュニケーションがやっぱり統一されてた方が戦いやすいでしょうね、うんうん、なるほどね。まあこれだけでも随分誤解があるなと思うんですけどね、うん、別に韓国社会を破壊したくて、韓国社会が破壊されたってのは、ね、朝鮮戦争ですわ、むしろ、うん、インフラまで整備して教育も、別にね、これいいことしたとかそういう話を言いたいわけじゃないの、うん、そうですね、うん、単にやるべきことをやったと。でこれ別に朝鮮半島をですね、日本に併合したのだって別に大韓帝国の人たちのためなんて誰も思ってなかったからね、日本の安全保障のためですよ、うん、はい、まあでもそれがまあそういうのが歴史ね、うんうん、それをどう解釈するかっていうのがまさに歴史認識なのですね、はい、韓国といえばもう一つじゃ伺いましょう、はい、竹島問題に、竹島問題ですね、竹島問題についてなんですが、はい、これ侵略して実行支配した側が韓国ですよね。そうですよ。これなんで韓国って独島は、あ、これね、要はね、領土だ、どうしてこれね、まあ、別にね、韓国人バカにしてるわけじゃないんだけど、まあ、してんだけど、はい、でもこれはしてないんだけどね、はい、要は日本から何か取りたいんですよ、うん、特に領土を、うん、それで日本に勝ったっていうね、気分を味わいたいわけですね、基本的に彼らっていうのは、うん、はい、それは分かる気がします。分かりますよね、それは分かるの、でそのイーショーバン、韓国の初代大統領イーショーバンがですね、はい、1952年、もう戦後ですよね、はい、1月18日に、うん、
そのいきなりその竹島は自国の支配下にあるって宣言してですね、うん、それで勝手に李承晩ラインっていうのを引いて、それで占領をしてしまったんだけど、うん、あのちょっと日付ね、注意してください、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効になりまして、うん、我が国は主権を回復したんですね、はい、で李承晩がですね、あの李承晩ライン設定したのは1952年の1月18日なんです。おや、3ヶ月ぐらい前ですね。前ですね。主権なかったんですよ当時の日本では、主権がないというのはこういうことなんですよということで、逆に李承晩はその時もサンフランシスコ条約は講和は締結されてたんですよね、うん、発行してなかっただけで、うん、だから日本が主権を回復する直前にどさくされ占領して我が国のものだってやってるだけ。うん、そうか、勝手なこと言ってますね。だってサンフランシスコ講和条約だと竹島って日本の領土になってんだもん、はい、だこのまま発行したらもう取るチャンスはないなってことで占領しちゃったんですね、タイミング的に。いや、それが李承晩ラインだった。そうです。なるほど。で、あんなね、もうこういったのなんだけど、まあ、漁業は別としてね、竹島自体って単なる岩山だから、はい、まあ、なかなか住むのも大変ですよね。まあ、そこにね、住むのはちょっと大変かなと思います、はい、つまり、なんか日本から取りたかったわけですよ。で、それ取った唯一の、まあ、不法にね、あの、奪い取った、その島が竹島だから、まあ、ドクトレスなんて言って、それで喜んでるわけなので、すごいなんかナイーブですよね。まあ、幼稚ね。そうなんですよ。子供たちにね、教育でなんかあの、ドクトは韓国の領土だっていう歌があってね、うん、そうそうそう、それを教えてるっていうわけですから、はい、まあ、だから反日教育の一環にまあ加わったわけです、まあ、そういうことですよね。そうです。うん、まあ、スポーツの、ね、場にも持ち出すくらいですから、本当にこのドクトと言われる竹島ですね、うん、何なんだよってことですけどね。すごいバカだなって思うのが竹島ね、竹島問題って、はい、韓国が騒がなかったら、つまり、ね、ドクトは我らの島だとかね、でやんなかったら日本が忘れてたと思うね、もしかしたら、ね、バカだから我々って結構。ところが向こうが騒ぐもんだからです ね、当然竹島の日っていうのができて、はい、国際司法裁判所に提訴しようじゃないかって、はい、こっちの話が、うん、要は反撃が始まってね、しかも挙句の果てにインミョンバクが上陸したでしょ。そう、あれですよ、あんなバカなことやるからです ね、すげえ、なんだろう、野望ついて蛇を出す天才ですよ ね、韓国人ってのは。あそこからさらにその日本でいわゆるそのヒートアップしました、ね、ヒートアップしました完全に。うん、竹島問題って、はい、まあ、李承晩が占領してですね、そのまま放置しといたらですね、で何も言わない、韓国が。我々多分100年後ぐらいに忘れてると思うんだ、うん、日本人ってのんきだから。まあ、島根県の人は覚えてるかもしれないけど、日本全国でですね、ここまで竹島問題がですね、認識されることはなかったと思うんだけど、韓国が騒ぐからこんなことになったんでね、本当にバカだなと。っていう貴族と、あとまあ一般庶民、まあ、ペクチョンとかそういう奴隷制、あの階級とか分かれてましたから、主っていうの聞いたことある。そうですね、それがなくなった、はい、まあ、一応大韓帝国ですね、併合前の、うん、まあ、大韓帝国なのかな、大韓帝国のですね、皇帝一族は日本の貴族になりました、うん、皇族、日本の皇族に準ずる地位ってことで東京に住んでました。こんな植民地がどこにあるんだってことですよ。すごいじゃないですか、はい、なんだそれ。だってあれですからね、もうビルマを征服した時のイギリスなんて、そのビルマ王朝の王を殺しちゃってですね、それであのプリンセスね、お姫様を、うん、インドの兵士の娼婦にしちゃったんだからね、うん、なんでかというと、そうするとミャンマー人の王家というか、まあ、まあ、王家ですね、王家に対するロイヤリティがなくなっちゃうじゃないですか。そういうふうに国を消すっていうやり方を平気でするの、欧米人っていうのは。ところが日本っていうのはですね、大韓帝国のあの、皇族の皆さんをですね、うん、日本の、まあ、皇族じゃなくて王族ですね、にしちゃったわけですね。まあ、貴族ですね。はい。そうか、ね。そういう事実を、で、選挙権与えちゃったの、うん。植民地じゃねえじゃねえかっていう話なんですよ、これ。そうですね。で、所得の話をしとくとですね、所得をちゅうちゅう吸い上げるどころかですね、はい、莫大な投資、インフラ投資をやったから、結局持ち出しだったんですよね。そんな植民地がどこにあるんだと。台湾もそうですよ。まあ、台湾はあの選挙権を与える寸前には大東亜戦争終わっちゃったんだけどね、うん。まあそうですね。教育から何から。普通はね、教育与えない。はい。教育与えると知恵つけられて反乱起こされちゃうから。本当にあの国家予算並みのお金をつぎ込んだってことはね、言われてますよね。あとインフラ整備しません。あ、少なくともインフラ整備したらね、あのフランスのベトナム試合が典型。フランスね、ベトナムに橋かけたらね、まあインフラ整備ですね。橋をかけて何を始めたかしたら、うん、あのそこ通るベトナム人から通行料取るの。おお、ビジネスなんですよ。あ、所得チャリンチャリンの一種ですよね。
日本はそんなことしたかって話なんですよ。もうただで橋をかけたんだから、もう台湾とか韓国にでどんどんダムは作るしですね、その台湾の農業振興のためにとかですね。はい。で、北朝鮮、今の北朝鮮にある巨大なダム、名前忘れちゃいます。例えば、韓国併合時代ね、その日韓併合に関してもね、はい、日本は悪いことをしたっていう。だって、植民地って呼ぶんだよ、ね。なってますよね。植民地って呼ぶでしょ、植民地じゃありません。はい、植民地ってどういうことか、帝国主義時代の植民地ってどういうことかというと、まず相手国の住民、国民ではありません、住民に主権を与えない、うん、主権を与えない、つまり選挙権与えないし、政治家選ばせる権利もないし、自分でなんか政治的な判断することもできないしと、インドなんか典型ですからね、うん、はい、その上で帝国側がですね、まあ、宗主国側が所得をチャリンチャリンとですね、徴収していくシステムを作ること。これが帝国主義です。うん、例えば、インドに対するイギリスの支配はまさにこうですね。そうですね。あるいはベトナムに対するフランスとか、はい、インドネシアに対するオランダとかですね、フィリピンに対するアメリカも全部そうなんだけど、日本の韓国併合ってですね、日韓併合って間違ってるのな、韓国併合ですね。うんうん、あ、そっか。これね、日本国民にしちゃったの。朝鮮半島の人々を。そうですね、知ってほしい。そっか。なんでかというと、しつこいけど、はい、植民地じゃなくて、併合で日本国民になったんだから。うん、当然そう、日本国民になった元皇帝一族は、うんうん、まあ、皇室に準ずる地位を与えて当然でしょっていう話でしょうね。うんうん、よくね、同じようにこう持ち出されるのが、宗主改名ということですね。宗主改名ね。これも皆さん気になると思うんですけど、ね、うん。これはね、当時の朝鮮半島の日本国民が言い出した。朝鮮半島の日本国民か、つまり元大韓帝国の臣民たちですね。な、はいはい、これなんでかというと、そりゃそうでしょ、だって名前が明らかに朝鮮式なんだから、うんうん、はい、そうすると例えば満州とかで商売するときに、お前は本土の日本人じゃないなっていうのが一発でバレちゃうんですよ、うん、それは日本風に変えたくなるんじゃないですか、私だってそう思うと思いますよ、うん、ただそれだけの話、うん、で別に強制じゃありませんでした、当たり前だけど、うん、はい、だから朝鮮名のまま日本の陸軍の将軍になったかと思いますね、あ、はい、そうですね、これ強制じゃなかったっていう、なんか募集のましたけど、まだ現役で動いてますからね、そうですか、はい、それも全部日本の持ち出しで作ったんですから、うん、それを植民地っていうんだったら全部変わった植民地ですよね、併合ですね、ねえ、だって時々政治家がね、日本の日本はね、併合時代にいいこともしましたよなんてポロッと言うもんなら、うん、大変なバシじゃないですか、でもね、それは昔、うん、今は多分ね反論できると思う、そうか、というかね、いいこともしましたよっていうのが言い方が良くなくて、いや併合ですよでいいんですよ、そうです、だっていいことするの当たり前じゃ、同じ国民になったんだから、うんうんうん、天皇陛下の席士ですよ、うん、朝鮮半島の日本国民は、そうかそうかそうか、それはまあいいことってのなんか変で、うん、それは同じにするの当たり前でしょと、そこで差をつける方が変ですよね、日本国民なのにね、うん、そうですね、そっか、いいこともしたよじゃなくて、まあ、当たり前併合したというだけの話、捉え方がいいですね、はい、そうかそうか、それでですね、その併合しましたという結果ね、はい、当時の朝鮮っていうのは大きく変わったわけでしょ、まずどう変わったんですか、まずね、あれ一番決定的だったのが、身分制度がなくなった、当時日本の陸軍の将軍になったかと思いますね、あ、はい、そうですね、これ強制じゃなかったっていう、なんか募集のビラを、そうなんかやりたい人はやんなさいっていう話、はい、そんなのだって強制できないですよ、うん、そんな名前変えろなんて、これもでも強制されたなんていうことが、それもだから、その後からできた、ね、後からできた物語、ね、それもね、確かね、強制連行の後ぐらいにできた、要は強制ってつけたがるんですよ、韓国人は、そうですね、その方が日本に加害者意識を持たせられるから、これ任意の創始解明だったわけですよ、そうですよ、はい、で大体韓国人というか朝鮮半島の人たちが言い出したんだもん、うん、でもその気持ちわかりますよ、一応ね、一応その時は大日本帝国っていうのは、まあ、飛ぶ鳥勢い、飛ぶ鳥落とし勢いかぐらいだったわけですよね、うんうんうん、あれですよ、ドラッカーって知ってます、ピーター、そう、ピータードラッカーですね、はい、ピータードラッカーの最初の本、経済人の割って本があるんですけどね、そこで大日本帝国のことをめちゃめちゃ褒めたたいてますね、アメリカとため張れるぐらいすごい国だと、はい、でそこの国民になったのに、なんで俺朝鮮民なんだとバレちゃうじゃないかと、他の国行った時というだけの話でしょ、そうですか、じゃあ言われてるように、その現地でね、朝鮮の農地だとか財産収奪した。収奪ってでも、記録が残ってればね。だって言われてるんだもんってね、はい、思っちゃいますけどね。だってね、収奪も何もですね、朝鮮半島で一番こう人口が増えたのって、大日本帝国に併合されてた時代ですからね。うん、なんで人口増えるんですかって話ね。うんうん、当然、米のね、日本への輸出ありましたよ。それビジネスですから、単に。なんかそれを。
例えばあの韓国併合時代ね、その日韓併合に関してもね、はい、日本は悪いことをしたっていう、だって植民地って呼ぶんだよ、ね、なってますよね。植民地って呼ぶでしょ、植民地じゃありません、はい、植民地ってどういうことか、帝国主義時代の植民地ってどういうことかというと、まず相手国の住民、国民ではありません、住民に主権を与えない、うん、主権を与えない、つまり選挙権与えないし、政治家選ばせる権利もないし、自分でなんか政治的なあの判断することもできないしと、インドなんか典型ですからね、うん、はい、その上で帝国側がですね、まあ、宗主国側が所得をチャリンチャリンとですね徴収していくシステムを作ること、これが帝国主義です。うん、例えばインドに対するイギリスの支配はまさにこうです ね、 そうですね、あるいはベトナムに対するフランスとか、はい、インドネシアに対するオランダとかですね、フィリピンに対するアメリカも全部そうなんだけど、日本の韓国併合ってですね、日韓併合って間違ってるのな、韓国併合ですね、うんうん、あ、そっか、これね、日本国民にしちゃったの、朝鮮半島の人々を、で選挙権与えちゃったの、植民地じゃねえじゃねえかっていう話なんですよ、これ。そうですね。で、所得の話をしとくとですね、所得をちゅうちゅう吸い上げるどころかですね、莫大な投資、インフラ投資をやったから、結局持ち出しだったんですよね。そんな植民地がどこにあるんだと。台湾もそうですよ。まあ、台湾はあの選挙権を与える寸前には大東亜戦争終わっちゃったんだけどね。まあそうですね、教育から何から。普通はね、教育与えない。はい。教育与えると知恵つけられて反乱起こされちゃうから。本当にあの国家予算並みのお金をつぎ込んだってことはね、言われてますよね。あとインフラ整備しません。あ、少なくインフラ整備したらね、あのフランスのベトナム支配が典型。フランスね、ベトナムの一族は日本の貴族になりました。うん、皇族、日本の皇族に準ずる地位ってことで、東京に住んでました。こんな植民地がどこにあるんだってことですよ。すごいじゃないですか。はい、なんだそれ。だってあれですからね、もうビルマを征服した時のイギリスなんて、そのビルマ王朝の王を殺しちゃってですね、それであのプリンセスね、お姫様を、うん、インドの兵士の娼婦にしちゃったんだからね、うん、なんでかというと、そうするとミャンマー人の王家というか、まあ、まあ王家ですね、王家に対するロイヤリティがなくなっちゃうじゃないですか、そういうふうに国を消すっていうやり方を平気でするの、欧米人っていうのは。ところが日本ってのはですね、大韓帝国のあの、皇族の皆さんをですね、日本の、まあ、皇族じゃなくて王族ですね、にしちゃったわけですね。まあ、貴族ですね。はい。そうか、ね。そういう事実をですね、知ってほしい。そうか。なんでかというと、しつこいけど、はい、植民地じゃなくて、併合で日本国民になったんだから。うん、当然、そう、日本国民になった元皇帝一族は、うん、まあ、皇室に準ずる地位を与えて当然でしょっていう話でしょうね。うん。あのよくね、同じようにこう持ち出されるのが宗主改名ということですね。宗主改名ね。これもあの、うん、皆さん気になると思うんですけど、これはね、あの当時の朝鮮半島の日本国民が言い出した。朝鮮半島の日本国民か、うん、つまり元大韓帝国の臣民たちですね。はいはい、これなんでかというと、そりゃそうでしょ、だって名前が明らかに朝鮮式なんだから、うんうん、はい、そうすると例えば満州とかで商売するときに、あのお前は本土の日本人じゃないなっていうのが一発でバレちゃうんですよ、うん、それは日本風に変えたくなるんじゃないですか。私だってそう思うと思いますよ、うん、ただそれだけの話、うん、で別に強制じゃありませんでした、当たり前だけど、うん、はい、だからあの朝鮮名のまま橋かけたらね、まあインフラ整備ですね、橋をかけて何始めたかしたら、うん、あのそこ通るベトナム人から通行料取るの、もうビジネスなんですよ。あ、所得チャリンチャリンの一種ですよね。日本はそんなことしたかって話なんですよ。もうただで橋をかけたんだから、もう台湾とか韓国にでどんどんダムは作るしですね、その台湾の農業振興のためにとかですね。はい。で、北朝鮮、今の北朝鮮にある巨大なダム、名前忘れちゃいましたけど、まだ現役で動いてますからね。そうですか、はい。それも全部日本の持ち出しで作ったんですから。うん、それを植民地って言うんだったら、全部変わった植民地ですよね。併合ですね。ねえ。だって、あの、時々政治家がね、日本の、あの、日本はね、併合時代にいいこともしましたよなんて、ポロッと言うもんなら、うん、大変な場所じゃないですか。でもね、それは昔。うん、今は多分ね、反論できると思う。そうか。というかね、いいこともしましたよっていうのが言い方が良くなくて、いや、併合ですよでいいんですよ。そうだって、いいことするのは当たり前じゃ同じ国民になったんだから、うんうんうん、天皇陛下の席士ですよ、うん、あの朝鮮半島の日本国民は。そうか、そうか、そうか。それはまあ、いいことってのなんか変で、うん、そう、同じにするのは当たり前でしょと。そこで差をつける方が変ですよね、日本国民なのにね。うん、そうですね、そっか。いいこともしたよじゃなくて、まあ、当たり前併合したというだけの話。シンプルな、捉え方がいいですね。はい、そうか、そうか。それでですね、その併合しましたという結果ね、はい、当時の朝鮮っていうのは大きく変わったわけでしょ。まず、どう変わったんですか。まずね、あれ一番決定的だったのが、身分制度がなくなった。当時、ヤンパンっていう小貴族と、あとまあ一般庶民、まあ、ペクチョンとか、そういう奴隷制、あの階級とか、分かれてましたから。ヌヒっていうの聞いたことある。そうですね。それがなくなった。はい、まあ、一応、大韓帝国ですね、併合前の、うん、まあ、大韓帝国なのかな。
ライカン帝国のですね、こう米の収奪だとか言うわけですよ、向こうの連中は。そうだって、こう、過剰な米をだって朝鮮半島に残しておいてどうするんですか。それはだって本土に売るでしょ。儲かんだから。はい、なんだかなぁと。そうですね。あれですかと。じゃあ日本が米をですね、朝鮮半島に売りましたと。例えば韓国に売りましたと。日本から収奪されたとか言うんですかと。言うわけないでしょ。はい、確かに。あとちょっともう一つ聞きますけど、はい、朝鮮語を禁じましたっていう話はあれはどうなんでしょう。禁じましたというか、うん、まあ禁じた部分はあるんだけど、学校教育が違うだからね、そもそも、ね、でもね、それがね、なんつうんだろう、禁じたわけではないですよね。ただね、そこのやっぱり公文書が日本語だったっていうのがポイントですよね、うん、そうするとね、結局日本語の方を使うようになりますよね、うんうんうん、はい。ただその朝鮮語に関しても読み書きがね、ちゃんと教育されたっていうふうには聞いてますね。それはね、そのもっと初期の話で、要は漢字だったんですよね、はい、全部言葉が。そうでしたよね。そうするとね、あの、はい、さっきのあのヤンパンっていう貴族階級以外読めなかったんですよ、それでその身分を分けてたんですね。そこに福沢諭吉とかがいてですね、うん、そのハングルっていうのを普及させたわけですよ、うんうんはい、そうかそうか、そっちの方だね、うん、だから小学校でハングル教育とかもやってたんですよ、ただまあ、 あの大東亜戦争に入ってからはね、やっぱ日本語統一っていう動きあったんじゃないですかね、それでもそれ当たり前だよね、戦争やってんだから。なぜかしたら、あの言語なんですよ、言語的に違うとですね、これ同じ軍隊で戦うのめっちゃ大変ですよ、これ。コミュニケーションの問題とかね、当時はあの総力戦だったので、はい、当然コミュニケーションがあのやっぱり統一されてた方が戦いやすいですよね、うんうん、なるほどね。まあこれだけでも随分誤解があるなと思うんですけどね、うん、別に韓国社会を破壊したくて、あの韓国社会が破壊した皇帝一族は、ね、まあ皇室に準ずる地位を与えて当然でしょっていう話でしょうね、うんうん。あのよくね、同じようにこう持ち出されるのが創始改名ということですね。創始改名ね、これもあの、うん、皆さん気になると思うんですけど、これはね、あの当時の朝鮮半島の日本国民が言い出した。朝鮮半島の日本国民か、うん、つまり元大韓帝国の臣民たちですね。な、はいはい、これなんでかというと、そりゃそうでしょ、だって名前が明らかに朝鮮式なんだから、うんうん、はい、そうすると例えば満州とかで商売するときに、あのお前は本土の日本人じゃないなっていうのが一発でバレちゃうんですよ、うん、それは日本風に変えたくなるんじゃないですか。私だってそう思うと思いますよ、うん、ただそれだけの話、うん、で別に強制じゃありませんでした、当たり前だけど、うん、はい、だからあの朝鮮名のままあの日本の陸軍の将軍になった方もいますね、あ、はい、そうですね。これ強制じゃなかったっていう、なんかあの募集のビラを、そうなんかやりたい人はやんなさいっていう話、はい、そんなのだって強制できないですよ、うん、そんな名前変えろなんて。これもでも強制されたなんていうことが、それもだからその後からできた、ね、後からできた物語、ね、それもね、確かね、強制連行の後ぐらいにできた。要は強制ってつけたがるんですよ、韓国人は。そうですね。その方が日本に加害者意識を持たせられるから。これ任意の創始改名だった。そりゃそうですよ。ですよね、はい、で大体韓国人というか朝鮮半島の人たちが言い出したんだもん。うん。だからその気持ちわかりますよ。一応ね、一応その時は大日本帝国っていうのはまあ飛ぶ鳥勢い、飛ぶ鳥落とし勢いかぐらいだったわけですよね。うんうんうん、あれですよ、ドラッカーって知ってます？ピーター。そう、ピータードラッカーですね。はい。ピーター・ドラッカー の, あの最初の本、経済人の割って本があるんですけどね、そこであの大日本帝国のことをあのめちゃめちゃ褒めたたいてますね。アメリカとあのため張れるぐらいすごい国だと、はい、でそこの国民になったのに、なんで俺朝鮮名なんだとバレちゃうじゃないかと、他の国行った時というだけの話でしょ。うーん、はい、そうですか。じゃ あの言われてるように、その現地でね、朝鮮の農地だとか財産収奪した。収奪ってでもだって記録が残ってればね。だって言われてるんだもんってね、はい、あの思っちゃいますけどね。だってね、あの収奪も何もですね、その朝鮮半島で一番こう人口が増えたのって大日本帝国に併合されてた時代ですからね、うん、なんで人口増えるんですかって話ね、うんうん、はい、当然あの米のね、その日本への輸出ありましたよ、それビジネスですから、単になんかそれを米の収奪だとか言うわけですよ、向こうの連中は。そっか、そうだって、こう、過剰な米をだって朝鮮半島に残しておいてどうするんですか。それはだって本土に売るでしょ。儲かんだから。うん。はい。なんだかなぁと。そうですね。あれですかと。じゃあ日本が米をですね、朝鮮半島に売りましたと。はい、例えば韓国に売りましたと。日本から収奪されたとか言うんですかと。言うわけないでしょ。はい。確かに。あの、あとちょっともう一つ聞きますけど、はい、朝鮮語を禁じましたっていう話はあれはどうなんでしょう。禁じましたというか、うん、まあ禁じた部分はあるんだけど、学校教育が違うだからね、そもそも、ね、うん、でもね、それがね、なんつうんだろう、禁じたわけではないですよね。ただね、そこのやっぱり公文書が日本語だったっていうのがポイントですよね、うん、そうするとね、結局日本語の方を使うようになりますよね、うんうんうん、
はい、ただその朝鮮語に関しても読み書きがねちゃんと教育されたっていうふうには聞いてますね。それはねそのもっと初期の話で要は漢字だったんですよね、はい、全部言葉がそうでしたよね。そうするとねあの、はい、さっきのあのヤンパンっていう貴族階級以外読めなかったんですよ、それでその身分を分けてたんですね。そこに福沢諭吉とかがいてですね、うん、そのハングルっていうのを普及させたわけですよ。そうかそうか、そっちの方だね、うん、だから小学校でハングル教育とかもやってたんですよ、ただまあ、 大東亜戦争に入ってからはね、やっぱ日本語統一っていう動きがあったんじゃないですかね、それでもそれ当たり前だよね、戦争やってんだから、なぜかしたら、言語なんですよ、言語的に違うとですね、これ同じ軍隊で戦うのめっちゃ大変ですよ、これコミュニケーションの問題とかね、当時はあの総力戦だったので、当然コミュニケーションがやっぱ統一されてた方が戦いやすいですよね、なるほどね。まあこれだけでも随分誤解があるなと思うんですけどね、別に韓国社会を破壊したくて韓国社会が破壊されたってのは、ね、朝鮮戦争ですわ、むしろ、インフラまで整備して教育も別にね、これいいことしたとかそういう話を言いたいわけじゃないの、そうですよ、単にやるべきことをやったと。でこれ別に朝鮮半島をですね日本に併合したのだって別に大韓帝国の人たちのためなんて誰も持ってなかったからね、日本の安全保障のためですよ、まあでもそれがまあそういうのが歴史ね、それをどう解釈するかっていうのがまさに歴史認識なのですね、韓国といえばもう一つじゃ伺いましょう、竹島問題に、竹島問題ですね、竹島問題についてなんですが、これ侵略して実効支配した側が韓国ですよね。そうですよ。これなんで韓国って独島は、あこれね要はね領土だ、どうしてこれね、まあ、別にね韓国人バカにしてるわけじゃないんだけど、まあ、してんだけど、はい、でもこれはしてないんだけどね、要は日本から何か取りたいんですよ、特に領土を、それで日本に勝ったっていうね気分を味わいたいわけですね、基本的に彼らっていうのは、それは分かる気がします、分かりますよね、それは分かるの、でそのイーショーバン、韓国の初代大統領イーショーバンがですね、1952年、もう戦後ですよね、1月18日に、そのいきなりその竹島は自国の支配下にあるって宣言してですね、それで勝手に李承晩ラインっていうのを引いて、それで占領をしてしまったんだけど、ちょっと日付ね、注意してください、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効になりまして、我が国は主権を回復したんですね、で李承晩がですね、李承晩ライン設定したのは1952年の1月18日なんです。3ヶ月ぐらい前ですね。前ですね。主権なかったんですよ当時の日本では、だ主権がないというのはこういうことなんですよということで、逆に李承晩はその時もサンフランシスコ条約は講和は締結されてたんですよね、発行してなかっただけで、だから日本が主権を回復する直前に土作され占領して我が国のものだってやってるだけ。そうか、勝手なこと言ってますね。だってサンフランシスコ講和条約だと竹島って日本の領土になってんだもん、はい、このまま発行したらもう取るチャンスはないなってことで占領しちゃったんですね、タイミング的に。それが李承晩ラインだった。そうです。なるほど。で、あんなね、もうこういったのあんだけど、例えば韓国併合時代ね、その日韓併合に関してもね、日本は悪いことをしたっていう、だって植民地って呼ぶんだよ、ね、なってますよね。植民地って呼ぶでしょ、植民地じゃありません、はい、植民地ってどういうことか、帝国主義時代の植民地ってどういうことかというと、まず相手国の住民、国民ではありません、住民に主権を与えない、主権を与えない、つまり選挙権与えないし、政治家選ばせる権利もないし、自分でなんか政治的な判断することもできないしと、インドなんか典型ですからね、はい、その上で帝国側がですね、まあ、宗主国側が所得をチャリンチャリンとですね徴収していくシステムを作ること、これが帝国主義です。例えばインドに対するイギリスの支配はまさにこうです ね、 そうですね。あるいはベトナムに対するフランスとか、インドネシアに対するオランダとかですね、フィリピンに対するアメリカも全部そうなんだけど、日本の韓国併合ってですね、日韓併合って間違ってるな、韓国併合ですね、あ、そっか、これね日本国民にしちゃったの、朝鮮半島の人々を、で選挙権与えちゃったの、植民地じゃねえじゃねえかっていう話なんですよ、これ。そうですね。で、所得の話をしとくとですね、所得をちゅうちゅう吸い上げるどころかですね、莫大な投資、インフラ投資をやったから、結局持ち出しだったんですよね。そんな植民地がどこにあるんだと。台湾もそうですよ。まあ、台湾は選挙権を与える寸前には大東亜戦争終わっちゃったんだけどね。まあそうですね、教育から何から。普通はね、教育与えない。はい。教育与えると知恵つけられて反乱起こされちゃうから。本当に国家予算並みのお金をつぎ込んだってことはね、言われてますよね。あとインフラ整備しません。
じゃあ少なくともインフラ整備したらね、あのフランスのベトナム試合が典型。フランスね、ベトナムに橋かけたらね、まあインフラ整備ですね。橋をかけて何始めたかしたら、うん、あのそこ通るベトナム人から通行料取るの。もうビジネスなんですよ。あ、所得チャリンチャリンの一種ですよね。日本はそんなことしたかって話なんですよ。もうただで橋をかけたんだから、もう台湾とか韓国にでどんどんダムは作るしですね、その台湾の農業振興のためにとかですね。はい。で、北朝鮮、今の北朝鮮にある巨大なダム、名前忘れちゃいましたけど、まだ現役で動いてますからね。そうなんですか、はい。それも全部日本の持ち出しで作ったんですから。それを植民地って言うんだったら、全部変わった植民地ですよね。併合ですね。ねえ。だって、時々政治家がね、日本の、日本はね、併合時代にいいこともしましたよなんて、ポロッと言うもんなら、うん、大変なことですよ。でもね、それは昔。うん、今は多分ね、反論できると思う。そうか。というかね、いいこともしましたよっていうのが言い方が良くなくて、いや、併合ですよでいいんですよ。そうだって、いいことするのは当たり前じゃ同じ国民になったんだから、うんうん、天皇陛下の席士ですよ。朝鮮半島の日本国民は。そうか。それはいいことっていうのはなんか変で、うん、そう、同じにするのは当たり前でしょと。そこで差をつける方が変ですよね、日本国民なのにね。そうですね、そっか。いいこともしたよじゃなくて、併合したという、当たり前併合したというだけの話。シンプルな、捉え方がいいですね。はい、そうか。それでですね、その併合しましたという結果ね、はい、当時の朝鮮っていうのは大きく変わったわけでしょ。まず、どう変わったんですか。まずね、あれ一番決定的だったのが、身分制度がなくなった。当時、ヤンパンっていう小貴族と、あとまあ一般庶民、まあ、ペクチョンとか、そういう奴隷制、階級とか、分かれてましたから。主っていうの聞いたことある。そうですね。それがなくなった。はい。まあ一応、大韓帝国ですね、併合前の、うん、まあ大韓帝国なのかな。大韓帝国のですね、皇帝一族は日本の貴族になりました。うん、皇族、日本の皇族に準ずる地位ってことで、東京に住んでました。すごいじゃん。こんな植民地がどこにあるんだってことですよ。すごいじゃないですか。はい、なんだそれ。だってあれですからね、もうビルマを征服した時のイギリスなんて、そのビルマ王朝の王を殺しちゃってですね、それで、プリンセスね、お姫様を、うん、インドの兵士の娼婦にしちゃったんだからね。うん、なんでかというと、そうするとミャンマー人の王家というか、王家ですね、王家に対するロイヤリティがなくなっちゃうじゃないですか。そういうふうに国を消すっていうやり方を平気でするの、欧米人っていうのは。ところが日本っていうのはですね、大韓帝国の皇族の皆さんをですね、日本の、皇族じゃなくて王族ですね、にしちゃったわけですね。貴族ですね。うん、はい、そうか、ね、そういう事実をですね、知ってほしい。そうか。なんでかというと、しつこいけど、はい、植民地じゃなくて併合で日本国民になったんだから、当然そう、日本国民になった元、例えば韓国併合時代ね、その日韓併合に関してもね、はい、日本は悪いことをしたっていうふうに、だって植民地って呼ぶんだよ、ね、なってますよね。植民地って呼ぶでしょ、植民地じゃありません、はい、植民地ってどういうことか、帝国主義時代の植民地ってどういうことかというと、まず相手国の住民、国民ではありません、住民に主権を与えない、主権を与えない、つまり選挙権与えないし、政治家選ばせる権利もないし、自分でなんか政治的な判断することもできないしと、インドなんか典型ですからね、はい、その上で帝国側がですね、宗主国側が所得をチャリンチャリンとですね徴収していくシステムを作ること、これが帝国主義です。うん、例えばインドに対するイギリスの支配はまさにこうです ね、 そうですね、あるいはベトナムに対するフランスとか、インドネシアに対するオランダとかですね、フィリピンに対するアメリカも全部そうなんだけど、日本の韓国併合ってですね、日韓併合って間違ってるな、韓国併合ですね、うんうん、あ、そうか、これね、日本国民にしちゃったの、朝鮮半島の人々を、で選挙権与えちゃったの、植民地じゃねえじゃねえかっていう話なんですよ、これ。そうですね。で、所得の話をしとくとですね、所得をちゅうちゅう吸い上げるどころかですね、莫大な投資、インフラ投資をやったから、結局持ち出しだったんですよね。そんな植民地がどこにあるんだと。台湾もそうですよ。台湾は選挽権を与える寸前には大東亜戦争終わっちゃったんだけどね。そうですね。教育から何から。普通はね、教育与えない。はい。教育与えると知恵つけられて反乱起こされちゃうから。本当に国家予算並みのお金をつぎ込んだってことはね、言われてますよね。あとインフラ整備しません。少なくともインフラ整備したらね、フランスのベトナム試合が典型。フランスね、ベトナムに橋かけたらね、インフラ整備ですね。橋をかけて何始めたかしたら、うん、そこ通るベトナム人から通行料取るの。もうビジネスなんですよ。所得チャリンチャリンの一種ですよね。日本はそんなことしたかって話なんですよ。そうですね、もうただで橋をかけたんだから、もう台湾とか韓国にでどんどんダムは作るしですね、その台湾の農業振興のためにとかですね。はい。で、北朝鮮、今の北朝鮮にある巨大なダム、うん、名前忘れちゃいましたけど、まだ現役で動いてますからね。そうなんですか、はい。それも全部日本の持ち出しで作ったんですから。うん、それを植民地って言うんだったら、全部変わった植民地ですよね。併合ですね。ねえ。だって時々政治家がね、日本の、日本はね、
戦後時代にいいこともしましたよなんてポロッと言うもんなら大変なことですか。でもね、それは昔、今は多分ね反論できると思う。そうか。というかね、いいこともしましたよっていうのが言い方が良くなくて、いや併合ですよでいいんですよ。そうだって、いいことするのは当たり前じゃ同じ国民になったんだから、天皇陛下の席士ですよ、あの朝鮮半島の日本国民は。そうかそうかそれはいいこと、いいことってのなんか変で、そう同じにするのは当たり前でしょと、そこで差をつける方が変ですよね、日本国民なのにね。そうですね、そっか、いいこともしたよじゃなくて、当たり前併合したというだけの話。シンプルな、捉え方がいいですね。はい、そうかそうか。それでですね、その併合しましたという結果ね、はい、当時の朝鮮というのは大きく変わったわけでしょ。まずどう変わったんですか。まずね、あれ一番決定的だったのが身分制度がなくなった。当時ヤンパンっていう小貴族と あとまあ一般庶民、まあ、ペクチョンとかそういう奴隷制あの階級、まあ、ペクチョンとかそういう奴隷制あの階級とか分かれてましたから、主っていうの聞いたことある。そうですね、それがなくなった。はい、まあ、一応大韓帝国ですね、併合前の、まあ、大韓帝国なのかな、大韓帝国のですね、皇帝一族は日本の貴族になりました。皇族、日本の皇族に準ずる地位ってことで東京に住んでました。こんな植民地がどこにあるんだってことですよ。すごいじゃないですか。なんだそれ。だってあれですからね、もうビルマを征服した時のイギリスなんて、そのビルマ王朝の王を殺しちゃってですね、それであのプリンセスね、お姫様を、インドの兵士の娼婦にしちゃったんだからね。なんでかというと、そうするとミャンマー人の王家というか、まあ、王家ですね、王家に対するロイヤリティがなくなっちゃうじゃないですか。そういうふうに国を消すっていうやり方を平気でするの、欧米人っていうのは。ところが日本っていうのはですね、大韓帝国の、あの皇族の皆さんをですね、日本の、まあ、皇族じゃなくて王族ですね、にしちゃったわけですね。まあ、貴族ですね。はい、そうか、ね、そういう事実を。で、選挙権与えちゃったの。植民地じゃねえじゃねえかっていう話なんですよ、これ。そうですね。で、所得の話をしとくとですね、所得をちゅうちゅう吸い上げるどころかですね、莫大な投資、インフラ投資をやったから、結局持ち出しだったんですよね。そんな植民地がどこにあるんだと。台湾もそうですよ。まあ、台湾はあの選挙権を与える寸前には大東亜戦争終わっちゃったんだけどね。まあそうですね、教育から何から。普通はね、教育与えない。はい。教育与えると知恵つけられて反乱起こされちゃうから。本当にあの国家予算並みのお金をつぎ込んだってことはね、言われてますよね。あとインフラ整備しません。少なくインフラ整備したらね、あのフランスのベトナム試合が典型。フランスね、ベトナムに橋かけたらね、まあインフラ整備ですね。橋をかけて何始めたかって言ったら、そこを通るベトナム人から通行料取るの。もうビジネスなんですよ。所得チャリンチャリンの一種ですよね。日本はそんなことしたかって話なんですよ。もうただで橋をかけたんだから、もう台湾とか韓国にでどんどんダムは作るしですね、その台湾の農業振興のためにとかですね。はい。で、北朝鮮、今の北朝鮮にある巨大なダム、名前忘れちゃいます。例えば、韓国併合時代ね、その日韓併合に関してもね、はい、日本は悪いことしたっていう。だって、植民地って呼ぶんだよ、ね。ますよね。植民地って呼ぶでしょ。植民地じゃありません。はい、植民地ってどういうことか、帝国主義時代の植民地ってどういうことかというと、まず相手国の住民、国民ではありません、住民に主権を与えない、主権を与えない、つまり選挙権与えないし、政治家選ばせる権利もないし、自分でなんか政治的なあの判断することもできないしと。インドなんか典型ですからね、はい、その上で帝国側がですね、まあ、宗主国側が所得をチャリーンチャリーンとですね、徴収していくシステムを作ること。これが帝国主義です。例えば、インドに対するイギリスの支配はまさにこうですね。そうですね。あるいはベトナムに対するフランスとか、インドネシアに対するオランダとかですね、フィリピンに対するアメリカも全部そうなんだけど、日本の韓国併合ってですね、日韓併合って間違ってるな、韓国併合ですね。あ、そっか。これね、日本国民にしちゃったの。朝鮮半島の人々を。そうですね、知ってほしい。そっか。なんでかというと、しつこいけど、はい、植民地じゃなくて、併合で日本国民になって、でもって記録が残ってればね。だって言われてるんだもんってね、はい、思っちゃいますけどね。だってね、収奪も何もですね、その、朝鮮半島で一番こう人口が増えたのって、大日本帝国に併合されてた時代ですからね。うん、なんで人口増えるんですかって話ね。はい、当然、米のね、その日本への輸出ありましたよ、それビジネスですから、単になんかそれを米の収奪だとか言うわけですよ、もうこの連中は。そうだって過剰な米をだって朝鮮半島に残しておいてどうするんですか。それはだと本土に売るでしょ、儲かんだから。はい、なんだかなと。そうですね、あれですか、とじゃあ日本が米をですね、朝鮮半島に売りましたと、例えば韓国に売りましたと、日本から収奪されたとか言うんですかと。言うわけないでしょ。はい、確かに。あとちょっともう一つ聞きますけど、はい、朝鮮語を禁じましたっていう話は、あれはどうなんでしょう。禁じましたっていうか、まあ禁じた部分はあるんだけど、学校教育が違うだからね、そもそも、ね。でもね、それがね、
なんつうんだろう、禁じたわけではないですよね。だからね、そこの、やっぱり公文書が日本語だったっていうのがポイントですよね。うん、そうするとね、結局日本語の方を使うようになりますよね。うんうんうん、はい、ただ、その朝鮮語に関しても読み書きがね、ちゃんと教育されたっていうふうには聞いてますよね。それはね、そのもっと初期の話で、要は漢字だったんですよね、はい、全部、言葉が。そうでしたよね。そうするとね、あの、はい、さっきのあの、ヤンパンっていう貴族階級以外読めなかったんですよ。それでその身分を分けてたんですね。そこに福沢諭吉とかがいてですね、うん、そのハングルっていうのを普及させたわけですよ、うんうんはい、そうかそうかそっちの方だね、うん、だから小学校でハングル教育とかもやってたんですよ、ただまあ、 あの大東亜戦争に入ってからはね、やっぱ日本語統一っていう動きあったんじゃないですかね、それでもそれ当たり前だよね、戦争やってんだから、なぜかしたらあの言語なんですよ、言語的に違うとですね、これ同じ軍隊で戦うのめっちゃ大変ですよ、これコミュニケーションの問題とかね、当時はあの総力戦だったので、当然コミュニケーションがあのやっぱり統一されてた方が戦いやすいですよね、なるほどね、まあこれだけでも随分誤解があるなと思うんですけどね、別に韓国社会を破壊したくて、あの韓国社会が破壊されたってのは、ね、朝鮮戦争ですわ、むしろ、インフラまで整備して教育も別にね、これいいことしたとかそういう話を言いたいわけじゃないの、そうですね、単にあのやるべきことをやったと、でこれ別に朝鮮半島をですね日本に併合したのだって別にあの大韓帝国の人たちのためなんて誰も思ってなかったからね、日本の安全保障のためですよ、はい、まあでもそれがまあそういうのが歴史ね、それをどう解釈するかっていうのがまさに歴史認識なの、韓国といえばもう一つじゃ伺いましょう、はい、竹島問題に、竹島問題ですね、竹島問題についてなんですが、はい、あのこれ侵略して実効支配した側が韓国ですよね、そうですよ、これなんで韓国って独島は、あこれね、要はね領土だ、どうしてこれね、まあ、別にねあの韓国人バカにしてるわけじゃないんだけど、まあ、してんだけど、はい、でもこれはしてないんだけどね、はい、要は日本から何か取りたいんですよ、うん、特に領土を、それで日本に勝ったっていうね気分を味わいたいわけですね、基本的に彼らっていうのは、うん、はい、それは分かる気がします、分かりますよね、それは分かるの、で、それが分かれてましたから、ヌヒっていうの聞いたことある、そうですね、それがなくなった、はい、まあ、一応大韓帝国ですね、併合前の、まあ、大韓帝国なのかな、大韓帝国のですね皇帝一族は日本の貴族になりました、皇族、日本の皇族に準ずる地位ってことで東京に住んでました、こんな植民地がどこにあるんだってことですよ、すごいじゃないですか、なんだそれ、だってあれですからね、もうビルマを征服した時のイギリスなんて、そのビルマ王朝の王を殺しちゃってですね、それであのプリンセスね、お姫様を、インドの兵士の娼婦にしちゃったんだからね、なんでかというと、そうするとミャンマー人の王家というか、まあ、まあ、王家ですね、王家に対するロイヤリティがなくなっちゃうじゃないですか、そういうふうに国を消すっていうやり方を平気でするの、欧米人っていうのは。ところが日本ってのはですね、大韓帝国のあの、皇族の皆さんをですね、日本の、まあ、皇族じゃなくて王族ですね、にしちゃったわけですね。まあ、貴族ですね。はい。そうか、ね。そういう事実をですね、知ってほしい。そうか。なんでかというと、しつこいけど、はい、植民地じゃなくて、併合で日本国民になったんだから。うん、当然、そう、日本国民になった元皇帝一族は、まあ、皇室に準ずる地位を与えて当然でしょっていう話でしょうね。うん、あのよくね同じようにこう持ち出されるのが創始改名ということですね。創始改名ね。これもあの、うん、皆さん気になると思うんですけど、これはねあの当時の朝鮮半島の日本国民が言い出した。朝鮮半島の日本国民か、うん、つまり元大韓帝国の臣民たちですね、はいはい、これなんでかというとそりゃそうでしょ、だって名前が明らかに朝鮮式なんだから、うんうん、はい、そうすると例えば満州とかで商売するときにあのお前は本土の日本人じゃないなってのが一発でバレちゃうんですよ、うん、それは日本風に変えたくなるんじゃないですか、私だってそう思うと思いますよ、うん、ただそれだけの話、うん、で別に強制じゃありませんでした、当たり前だけど、うん、はい、だからあの朝鮮名のままあの日本の陸軍の将軍になったかと思いますね、あ、はい、そうですね、これ強制じゃなかったっていうなんかあの募集のビラをそうなんかやりたい人はやんなさいっていう話、はい、そんなのだって強制できないですよ、うん、そんな名前変えろなんて、これもでも強制されたなんていうことそれもだからその後からできた、ね、後からできた物語、ね、それもね確かね強制連行の後ぐらいにできた、要は強制ってつけたがるんですよ韓国人は、そうですね、その方が日本に加害者意識を持たせられるから、これ任意の創始改名だったわけですよ、そうですよ、はい、で大体韓国人というか朝鮮半島の人たちが言い出したんだもん、うん、でもその気持ち分かりますよ、一応ね、一応その時は大日本帝国っていうのはまあ飛ぶ鳥勢い、飛ぶ鳥落とし勢いかぐらいだったわけですよね、うんうんうん、あれですよ、ドラッカーって知ってます？ピーター・ドラッカーですね、はい、
ピーター・ドラッカー あの最初の本、経済人の割って本があるんですけどね、そこであの大日本帝国のことをあのめちゃめちゃ褒めたたいてますね。アメリカとあのため張れるぐらいすごい国だと、はい、でそこの国民になったのに、なんで俺朝鮮民なんだとバレちゃうじゃないかと、他の国行った時というだけの話でしょ。うーん、はい、そうですか。じゃあ、 あの言われてるように、その現地でね、朝鮮の農地だとか財産収奪した、収奪そのイーショーバン、あの韓国の初代大統領イーショーバンがですね、はい、1952年、もう戦後ですよね、はい、1月18日に、うん、そのいきなりその竹島 は自国の支配下にあるって宣言してですね、うん、それで勝手に李承晩ラインっていうのを引いて、それで占領してしまったんだけど、うん、あのちょっと日付ね、注意してください、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効になりまして、うん、我が国は主権を回復したんですね、はい、で李承晩がですね、あの李承晩ライン設定したのは1952年の1月18日なんです。3ヶ月ぐらい前ですね。前ですね。主権なかったんですよ、当時の日本は。だ、主権がないというのはこういうことなんですよということで、逆に李承晩はその時もサンフランシスコ条約は講和は締結されてたんですよね、うん、発行してなかっただけで、うん、だから日本が主権を回復する直前にどさくされ占領して我が国のものだってやってるだけ。うん、そうか、勝手なこと言ってますね。だってサンフランシスコ講和条約だと竹島って日本の領土になってんだもん、はい、だからこのまま発行したらもう取るチャンスはないなってことで占領しちゃったんですね、タイミング的に。それが李承晩ラインだった。そうです。なるほど。で、あんなね、もうこういったのあんだけど、まあ、漁業は別としてね、竹島自体って単なる岩山だから、はい、まあ、なかなか住むのも大変ですよね。まあ、そこにね、住むのはちょっと大変かなと思います、はい、つまり、なんか日本から取りたかったわけですよ。で、それ取った唯一の、まあ、不法にね、あの、奪い取った、その島が竹島だから、まあ、ドクトレスなんて言って、それ喜んでるわけなので、すごいなんかナイーブですよね。まあ、幼稚ね。そうなんですよ。子供たちにね、教育でなんかあの、ドクトは韓国の領土だっていう歌があってね、うん、そうそうそう、それを教えてるっていうわけですから、はい、まあ、だから反日教育の一環に、まあ、加わったわけです、まあ、そういうことですよね。そうです。うん、まあ、スポーツの、ね、場にも持ち出すくらいですから、本当にこのドクトと言われる竹島ですね、うん、何なんだよってことですけどね。すごいバカだなと思うのが竹島ね、竹島問題って、はい、韓国が騒がなかったら、つまり、ね、ドクトは我らの島だとかね、でやんなかったら日本が忘れてたと思うね、もしかしたら。バカだから我々って、結構ところが向こうが騒ぐもんだからです ですね、当然竹島の日っていうのができて、はい、国際司法裁判所に提訴しようじゃないかって、はい、こっちの話が、うん、要は反撃が始まってね、しかも挙句の果てにインミョンバクが上陸したでしょ。そう、あれですよ、あんなバカなことやるからです ねすげえ、なんだろう、野望をついて蛇を出す天才ですよ ね韓国人ってのは。あそこからさらにその日本でいわゆるそのヒートアップしました、ね、あ、ヒートアップしました完全に。うん、竹島問題って、はい、まあ、イーショーバンが占領してですね、そのまま放置しといたらですね、で何も言わない韓国が、我々多分100年後ぐらいに忘れてると思うんです、うん、日本人ってのんきだから、まあ、島根県の人は覚えてるかもしれないけど、日本全国でですね、ここまで竹島問題がですね認識されることはなかったと思うんだけど、韓国が騒ぐからこんなことになったんでね、うん、本当にバカだなと。っていう貴族と、あとまあ一般庶民。